いや、新平ただぜぜぜぜ。今日ミステリオです。はい。ということでテリオ来てるんですけど。やることないのよ。すいません。いつもすいません。で、やることない。何しよう、何したら一番いいんだろうって思いついたんだけど。はい。テリオも自分が食らった MC バトルってあるでしょ。たくさんあります。中でもまあ何本かはあるじゃん。はい。俺ももちろん何本かあるわ。で、その MC のフェイバリットバトルを聞くって。おお。やったことなかったし、俺の知らないとこだったりするじゃん。面白いんじゃないのかな。確かに知らないバトルとかやったらそのバトルでの解説しかできない。そう、思い出あるバトルやったら、そうそうそう、なんでこれが好きなのっていうさ、あ、いいっすね、深掘りできるっすね、それは思いついたんですよ。あ、これテリオじゃなくてもできるっす、ね、確かに確かに、はい、なので第1回記念すべきテリオにプレゼンしてもらうバトルはどれですか。ドゥドゥン、2016年エンター4月決勝、シーマ VS クレイジーです。テリオっぽい。俺だったらチョイスしないもん多分。これは、うん、ちょっと説明させてもらうと、うん、MC バトルって、うん、今でこそちょっとなくなってるんですけど、うん、当時の大阪って、うん、ゴリゴリストリートでライブしてる、うん、シーマ君、うん、とかあとオニオン君とか、うん、アンドゴリゴリサイファーしまくってる梅田サイファーとか、うん、クレイジーか俺とか、うん、結構別に対立まではしてないんですけど、やっぱ MC バトルってなると、まあまあまあ、その図式になってたね。初めてある指定が優勝した時とかそんな感じの、あんなストリートじゃねえみたいな、そうです、論争が起こっちゃうぐらいの年ではあったもんね。でそこでクレイジー君が UMB 取ったり勢いづいてて、うん、この時に撮ってた、はい、去年その2015年に撮ってるんですけど、結構全部ひっくり返してて、いま、うん、だにシーマ君にはずっと決勝で負けてたみたいな、でこの決勝なんですよ。なるほど。もう育ってきたクレイジーが、はい、もうストリート生え抜きのシーマにどうやって挑むのかと、決勝戦です、はい、いいね、ドラマがあるね。上手に言われても関係なく、俺は未だにここらアンダフラン、つまりはそう、このビートアイスパンとシンフミパッパーさんの DJ のあれよく聞いてたぜ。俺はあそこの時ヒグミがでかすぎだから、やっぱええね、優勝もろてええね、今日はおもろてええね、そういうお前の考えがマジで朝ハート What the fuck よ、 DJ ばっかやったのインストでもこれならうんダンうんキャンからビギニトゥーパッ、いつでも俺ならブーパッでしょ、あ、図式がはっきり見える1本目だね、はい、うん、でもやっぱりストリートヒップホップのことをより知ってるのはシーマで、これクレイジー君が結構強いなって思うのは、うん、お客さんが多分ウータンってあんま知らないですよね、うん、結果全員、うん、これウータンっしょ、やっぱシーマ君やばいってなってないですよね。なるほどね、はい、そうおーってウータンウータンって言ってる時点で、はい、パパーって当時のエンター分かってんじゃんってなるべきところがなってないと。そうなんですよ、当時のエンターは100何人おったんで、うん、エントリーがでプレー予選していって勝ち残った32人が本戦のトーナメントに行って、うん、そこから勝ち上がるっていうのなんで、うん、なんでこの2人はもう 10回ぐらいバトルしてるんですよね、おそらく。地獄絵図だね、はい、大丈夫大丈夫、インストよく知ってる、あんたに合わせただけ、ちゃんと聞いてる、ビスティにウータン、シーマの国元イントリー注射、つまり僕リコのよう、これはコックピット、ポッキーぞ、お前のこの国ポッキーぞ。やっぱ当時の大阪はより長い陰っていうのが一番受けてたんで、うん、今もそうやと思うんですけど、うん、特に当時は、うん、なんでウータンビギニトゥーパーからこう、うん、ビースティーにウータンインスリン注射、シーマの首元インスリン注射って言ってるんですけど、うん、インスリン注射ここなんですよね。そのよくあるあるですよね。あるあるです、あのよくあるあるなんですけど、レジ君反省してました、うん、首元に打つもんちゃうねん、はい、そっかそっか、まあね、シーマがビギー・トゥーパック・ウータンそういうの聞いてから来いよ、俺ももちろん聞いてるに決まってんだろう、でライムで返していく感じ で、ね、でインスリン注射が湧いて、うんうん、シーマくんのアンサー期待してみてください。あ、俺の首にインスリン注射、知らねえ、インフィニティースうまいよね、やばいっす、ね、余裕を感じますよね、インスリン注射、知らねえ、インフィニティースうまい、俺の首にインスリン注射、
ップは平らやね。そこからビズラでシズラ、自分のバックボーン、音楽的知識を見せていって、そこがお前とは違えんだよ、サイファーキッズとの違いだよっていう戦い方ですね、はい、最終バースに入ります。おい、行ってみてください。ダイヤダイヤでも関係なく俺はいつでも行く、逆状態だしょうもないな、シーマ君いまだに俺が平ら、いや山田で傷つまりお腹かくでいつまでもビートに乗ってきた、ありみだりな話かもしれないが、お前勝者はこれね、まあ新平さんをやったらシーマ君勝ちじゃないのと思う、うん、と思うんですけど、うんうんうん、当時本当にクレイジー君が乗ってて、うん、みんなそれまでドラマがあるじゃないですか、トーナメントって、うん、1回戦でフォークさんを倒したジョーにベスト4とかで勝って、うん、クレイジー君勢いづいて、当時は強いやつよりも楽しんでるやつが正義みたいな空気になって、うん、クレイジー君の方がこう勝ち負けももちろん大事だけど、それ以上にシーマ君と決勝でやれてるタイプも楽しいっていうのが客に伝わって、自分を認めてほしい、はい、ところもあるだろうしね。そこでクレイジー君がシーマ君を倒してサイファーブームが起きたって言っても過言ではないですね。そうなんだ。これで西宮サイファーとかね、ヤオ、うん、サイファーとか、うん、まあ、そういうサイファーっていうのが大阪、うん、本当に月から日曜日どこでもいっぱいあったんで、本当に火付け役っすよね、クレイジー君。そういう背景があるというか、そういう歴史を動かした一戦なわけ。クレイジー君最近強い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 、ここででもシーマ君倒されへんしょ、倒すみたいなね、もう一時代をヘッツが俺もああなれるんじゃないかみたいな、はい、身近な夢を見たというか、見たし僕も夢見ましたね、うん、このクレイジー君対シーマ君は。クレイジー君が一個めっちゃかっこいいバトルのエピソードいいですか、うん、2014年に UMB で R 君が大阪5連覇で、うん、そして3連覇 UM 本戦かかってる大会に 見に行ったんですよ、クレイジー君、うん、で UMB の審査員って、うん、今は分かんないですけど当時ってボール投げて、 そのボールを拾った人が審査員に行くっていうことじゃないですか、うん、クレイジー君そのボール拾ったんですよ、うん、でもクレイジー君は審査員で UMB の本戦のステージ立ちたくない、うん、ってなって、隣のなんか知らない人に渡して、次の年に UMB 大阪取ってチャンピオンとしてステージ立つんですよ。その意地があったわけだね。そうなんですよ。そうかデリオはクレイジー大好きなんだな。やばいっすね、うん、いやでもそういう話が聞きたかったから、ただ俺がバトルでね、はい、これを解説するってなったら、シーマやばいけどね、俺どっち勝ったんだろうで終わっちゃうと思うんだけど、やっぱ MC バトルは背景とかドラマとかそれによってどういう こう副反応っていうんですか、エッツにね波が来てたのかっていうの面白いね。ちょっとこれありなんじゃないかなと。エンターはいっぱいあるっすね。また来ようとしてない。いや見てほしいバトルいっぱいあるっすね。うん、そうね、またレコメンバトルを紹介しにまた来てください。はい、ということでまたテリオもねガンガン東京来れるようになって、こうやって一緒に動画撮れるのはすっごい嬉しいことだからさ。いつも来てくれてありがとうございます。ということで本日はテリオのレコメンバトルですね。クレイジー VS シーマ。これは渋いね。テリオがいなかったら見れてないもん。絶対見てないですね、うん。貴重な背景まで知らせてくれてありがとうございました。こちらこそありがとうございます。勉強になりました。ありがとうございます。ってな感じでミステリオがレコメンしてくれました。どうもありがとう。ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。